スはエメラルドコウデイ。このパスはデロッシー。ここからつないでいきます。デロッシーシュートを打ちました。ゴール入りました。前半43分、ダニエルデロッシー怒涛のゴールです。ライン際ダービーズ。この後どう試合は動くのでしょうか。しのぎました。奪い返して打ってきた、入った、ゴールです。0対2、ダニエル・デロッシーゲットゴール。このゴールに観客席も沸いて、デロッシー前に出して抑えてアウト、シュートゴール積極的に中央突破を指示しています。ヘディングでクリア。オーバーパスは通りません。この距離からゴール1対1ダニエル・デロッシー。試合を振り出しに戻しました。